今週のキックオフ徳島は JFL 昇格を目指す FC 徳島の新監督ボルティスの元エースストライカーに迫る。動いた後のスペースを誰かが使うってことね。そこの頭をしっかり働かして。さらにボルティス宮崎キャンプの様子も。徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。2016年に発足した FC 徳島、昨シーズンは四国サッカーリーグで優勝。 JFL 昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2023に出場しましたが、1次ラウンドで敗退してしまいました。力はあったチームだと思うんですけど、勝負強さがちょっと足りなかったかなというふうには思います。昨シーズンはリーグ戦は優勝できたんですけども、JFL 昇格という目標に達成できなかったので本当に悔しいシーズンになりました。今シーズンこそは JFL 昇格、その目標を達成するため今月から新監督が就任。動いた後のスペースを誰かが使うってことね。そこの頭をしっかり働かせて。さあ行きましょう。ボルティスの元エースストライカー梶俊明新監督です。昨年臨時コーチとして我々のチームを手伝っていただいてたんですけども、クラブにとってもすごくベースが積み上がりましたし、そのベースを活かせるために梶監督を呼びました。非常に光栄やなと思いましたし、必要としてくれるということは本当にありがたい話なので、率直に嬉しかった。選手に対してもすごいフランクに接してくれますし、やっぱりサッカーに対してもすごい負けず嫌いというところもやっぱり僕らも感じるんで、優しくてでもサッカーになったらちょっと厳しく熱い人かなと思います。強力な左足のシュートや長身を生かしたヘディングシュートを武器に J 通算53ゴールを挙げた梶新監督、目指すサッカーのスタイルはアグレッシブ。やっぱり攻撃の時も、守備の時もやっぱりアグレッシブにやっぱりこう選手にプレーしてほしいっていう思いもありますし、でも相手がいるやっぱりスポーツなので、そこはやっぱりこう相手に合わせた戦術の引き出しをたくさん持っているっていうところが、理想というかやりたいことではあります。特にクロスからの攻撃っていうのは自分の中のこだわりはありますし、そういうところは伝えれるところはフォワードの選手とか、クロスを入れる選手にも、どういうポジショニングでとか、どういう動き出しのタイミングでとかいうところは、細かいところは伝えれる部分はあるかなとは思います。去年1年間は臨時コーチとして選手を指導していた梶新監督、その時に感じていたことがあるそうで。プレーのクオリティとかの面を見れば、そこまで J リーグの選手と大きく変わるものはないかなっていうのは印象ですね。J3 でもやれる選手はもうこのチームで多分たくさんいると思いますし、技術的にもフィジカル的にも、戦術的な理解の部分も、すごくしてくれる選手が多いので、僕にとっては本当に、いい選手が揃っているなっていう印象でしかないですけど。ただ課題もあります。やっぱり両ゴール前のクオリティを上げるところですね。そこにつきますね、ご自身がフォワードされてたらゴール前での歯がゆい思いみたいなってないですか？いや、あんまり思わないですね。やっぱりそのゴール前ってやっぱり本当に難しい、場所だと思いますし、でもだからこそそこでの冷静さだとか時間とスペースない中でのやっぱこう駆け引きとかポジショニングとか、その中での考え方とか、そういうところを少しでもこう伝えて、それがやっぱこう試合に出たり、それが結果に出ると、僕もやっぱり嬉しいし、彼らの成長にもつながるので、そういうところはもうまた楽しみな一面ですね。また梶新監督を後押しするようにチームは即戦力となる選手を補強。J2 ロアッソ熊本より育成型期限付き移籍で加入した谷山優斗選手です。プロになってから2年間本当に公式戦で出る機会がなくて、公式戦で戦いたいという気持ちはずっとあったんで、今回そういった意味で
出場できる機会が増えるならっていう思いで、このレンタル移籍を決断しました。まあ、J2 のチームで日頃練習していたっていう、まあ、そのアドバンテージといいますか、まあ、こう高いレベルでやっていただけのこう、まあ、クオリティは備えてるとやっぱり思います。まあ、でもやっぱりあの課題があったからこそやっぱりこう彼も、まあ、試合に絡めてなかったっていうのもあると思うので、そういうところも含めて、まあ、このチームでまたそれが、まあ、試合に出たりすることで成長していってほしいなと思いますね。そんな谷山選手はゴールに直結するパスやシュートが持ち味、攻撃でチームを引っ張ります。個人として本当に結果っていうのはこだわって今年やるっていうふうに決めてて、まあ、ゴールもそうですけどアシストしたり、もう本当結果の部分でチームを救えたんだなっていうふうに思います。さらに経験豊富な選手も補強し、今年こそ JFL 昇格を目指します。年齢的にもチームの中では上から数えて3番目ぐらいになるんで、まあ、そのハードワークってところで、あの姿勢であのチームに勢いをあの与えられるように頑張ってきたと思います。まあ、チームとしては目標はやっぱり JFL 昇格だと思うんですけど、まあ、僕も個人としては全試合フルに出るっていうことを目標にしてるんで、それを達成できるように頑張ります。もう JFL 昇格ですね。もうそれだけですね。今年はそこに向かって全ての力を注ぎたいなと思います。この後はヴォルティス宮崎キャンプ。 J リーグでは2024シーズンの開幕春休み期に2024明治安田 J1、J2、J3 リーグ戦および2024 J リーグ YBC ルヴァンカップファーストラウンドへの無料招待キャンペーンを実施中。ヴォルティスは25日日曜日ホーム開幕ゲームのヴァンフォーレ甲府戦、そして来月30日のザスパ群馬戦が対象試合となっています。詳しくは J リーグ招待で検索。やってきました宮崎県。いや、南国ということもありまして少し春のような陽気となっております。取材の前にまずは必勝祈願。訪れたのは宮崎県日向市のパワースポット鵜戸神社の洞窟です。洞窟の奥にやってきました。ここの一番奥から振り返ると、あ、入り口が細長く見えますね。まさに白い竜のようです。今年は辰年ですから竜からパワーをもらって徳島とともに最高の瞬間を迎えられますように。宮崎市の日向宮崎県総合運動公園ラグビー場です。徳島ヴォルティスはここで先月22日から二次キャンプに入りました。徳島ヴォルティス宮崎キャンプ8日目、選手たち疲れた様子も見せずにリラックスした様子で練習に入っています。練習では大型センターバック海家や J1 サガン鳥栖から来た島川俊雄ら新加入の選手たちもリラックスした表情を見せていました。チームには馴染めてきましたか？シンシンとチームメイトたちも馴染めましたし、そのピッチでのコンビネーションであってそのプレーでも馴染めればと思います。厳しい雰囲気だった高知キャンプから一転、ここ宮崎では選手たち同士のコミュニケーションにも重きが置かれているようです。昨シーズン途中から指揮を執る吉田達磨監督が掲げるキャンプのテーマはスピード感のあるハイテンポ、そして前線からのハイプレスサッカーです。この日はクロスからのシュートなど攻撃の連携を入念に練習していました。いかに早くそのアタッキングエリアに入れる場所まで持っていって、そこからスピードを変えていくかっていうところはテーマです。こうチームとしての狙いがこう相手をしっかり相手ゾーンでしっかりとこう常にこう攻撃をし続けられるように、相手がこう J1 でも強いチームですけど、そういう相手でも自分たちがどれだけできるのかっていうのをチャレンジしてやっていきたいなっていうふうに思います。練習試合の相手は J1 の強豪鹿島アントラーズです。昨シーズンは J1 で5位、元日本代表の選手もいる強豪です。
1本目オルティスのパスミスから相手に先制点を奪われます。しかし2本目は攻撃陣が躍動します。高い位置でボールを奪うとスルーパスに抜け出したのは新加入のブラウンの悪天心。角度のないところから放ったシュートは相手ディフェンダーに当たりゴール右隅に。果敢なドリブルがオウンゴールを呼び込みました。まあ、1点取れたのはまあ、一つ進歩かなとは思いますけど、まあ、でもフォワードとしてはやっぱ点が欲しかったので、まあ、コミュニケーションをたくさん取っていって、まあ、背後への抜け出しっていうのもボール出てくるようになりましたし、まあ、そういうところはもっと増やせるようにしたいです。練習試合は合わせて3本行い、結果はトータル1対3でしたが、吉田監督は手応えを感じていました。今日の目的というかハイテンポハイプレスの中でいくつかの狙いを持って戦うっていうことに関しては本当非常によくできたなっていうふうに思ってます。しっかりと練習積みながら試合を重ねながらまたさらに磨いていければなと思います。J1 復帰を目指すボルティス、25日の開幕まで調整は続きます。